これよりアシュタルトの名において軍議を開催する。ヒスパニアの現状について忌憚なき意見を述べよ。己を知ることこそ勝利への近道と知れ。はい。まずはこれまでの戦果について報告します。ハルテトスでの最終決戦の後、帝国軍による大規模侵攻は3度ありました。そのどれもが帝国基地エブロンの奪還を目的とし、そこを拠点としてヒスパニア侵攻を図るものであったことは皆も知っている通りです。それぞれ第1波、第2波、第3波と呼称していますが、ヒスパニア軍はその全てに対処し、現在までエブロンを死守しております。うん、ヒヤリとする局面もあったが、我が軍は今のところ勝ち続けているな。内政の方はどうだ？それは私から言わせてもらおう。この戦時下にもかかわらず、現在ヒスパニアは急速に経済成長を続けている。理由はいろいろあるが、そこのお人よしのせいだな。その通り、ハミルが融和政策を取ったのが大きい。帝国に組みした連中を許し、復興への協力を呼びかけたことで、ヒスパニアの混乱は即座に収束しましたからね。国内融和がハミル様たっての願いであること、それがなされぬ限り王とはならなかったこと、今ではこのモノマクも承知しております。ですが、バルカ島の支給派にはやはりバルカの王としてはあまりにも手ぬるいとの声があることもお忘れなきよ。手ぬるくて大いに結構。もしも連中を許さず厳罰を加える方針だったら、今でも彼らへの粛清は続いていたんだぞ。こう話している間にもイスパニア中で密告が相次ぎ、それに伴う裁判が延々と行われていたでしょう。ああ、ゾッとする風景だね。そんなことをすれば復興が絶望的に遅れていたよ。そうだ、遅れていた。この遅れは致命的なものになったはずだ。だがそうはならなかった。ハミルよ、お前は国中に寛容さを示すことでヒスパニアの人的物的資源を最大限に活用する道を選んだというわけだ。認めたくはないが、さすがはあのお方が後を託されるだけの器量を備えている。まったく、甘かろうがお人よしだろうが、無益な争いを好まない主君ってのはそれだけでありがたいことだよ。お人よしのハミルお兄ちゃんでよかったってことだね。褒めてくれるのはありがたいけど、争いの炎はどこからでも燃え広がっていくものだからね。いつまで消し続けていられるか自信はないよ。なーに、心配するなって。お前は辺境の基地でだって蛮族と帝国の争いを止めてみせた。自分の国ならもっとうまくできるさ。そうあってほしいと願ってるよ。アイミリア、経済成長の中身について君からもう少し説明してくれるかな。とにかく揉め事が減り、挙国一致の機運が高まったのが良かった。おかげで技術官僚団はヒスパニアを豊かにする様々な事業に専念することができた。それが急速な経済成長をもたらしたわけだよ。
詳細な内容はすでに提出した報告書で見てもらっているだろうが、中でも新規の鉱山開発の成功、大規模な土木事業の推進、街道網の整備による物流の回復、この3つがもたらした成果が大きい。ええ、事業に関する報告書はここにいるみんなと一緒に読ませていただきましたが、本当に素晴らしいものでしたね。さすがは帝国最高の技術官僚団だ。全ての事業に革新的な技術が投入されているね。驚いたよ。革新的な技術だと？笑わせるな。新しい技術など一つもない。つまりかつての帝国が持っていた技術力ってことなんだね。そうだ、全ては帝国の中枢で施行されていた技術を復活させたもので、大昔からあったものだ。なんですって？川の水を用いた大規模採掘も、アーチを重ねた巨大水道橋の建設も、へこみ一つない石造りの街道も、古代の技術なのですか？そうだ、我々が今やっていることは帝国初期の技術書に当たり前のように載っていたものだ。今は禁書となっていて閲覧するのも難しいが。信じられぬ。帝国初期の街道や水道橋は帝都周辺で見たこともあるが、ボロボロの残骸でしかなかったぞ。あれらもできた当初はものすごかったんだよ。長い間整備されないせいで劣化して残骸になってしまったわね。モノマク、彼女の言っていることは本当ですよ。私も金書のいくつか見たことがあります。うん、ファミリア・エネアリスがいてくれて助かった。かつての前世紀の帝国を理解する者がいなければ、ここまで迅速に事業が進められなかったからな。僕もカデミアの本を少し見たくらいで、全てを理解しているわけじゃないけどね。なあ、昔の帝国はすごかった。そこまではいいけど、じゃあここまでダメになったのはどうしてなんだ？それを聞かれると恥じ入るしかないな。どうしてだと思う？決まってるじゃねえか、神聖帝国のせいだろ。奴ら民衆が知恵をつけることを極端に嫌ってるからな。それに禁書にしてるんだから、すげえ技術とか知りようがねえっての。半分は正解だ。神聖帝国はこの手の技術を隠匿し、いずれは全てを焼き捨てるつもりだ。だが神聖帝国が成立する以前から、これらの技術は随分と長い間使われることがなかったのだ。どういうことだ？禁止されてたわけでもないのに使わなかったっていうのか？ひょっとして経済的な問題ですか？お金がなかったとか？金がないとかさすがにねえよ。まあ正解としておこう。我らが雇い主としては合格点の答えだな。マジかよ。さすがはヒスパニアの統治者だ、ハミル。君には帝国の歴史をたどりながら国家の経営についてみっちりと講義したいところだが、そんな暇もないか。残念だけどね。できれば今ここで教えてくれないか？では率直に語ろう。その通り、金がなかったんだ。正確には金を出そうとする人間がいなかったということ。何ですか、その身も蓋もない答えは。もう少しまともな説明はできませんの？まあまあお嬢様、ここは抑えて。現実とは
大抵苦くしょっぱいものだよ。土木や建築、農業、工業、かつての帝国には多くの人々を幸せにする優れた技術があった。だがその技術の多くは莫大な初期投資を必要としたし、維持するのにも金がかかった。誰かがそれを負担しなければいけなかったのですね。もちろん大昔の皇帝や支配者層の連中は高貴なものの義務としてそれらの投資をやすやすとやってのけたさ。だが時が過ぎ、帝国の繁栄の時代が過ぎ去ると、支配者層の多くは未来に希望が持てなくなり、自らの保身だけを考えるようになった。高貴なものの義務を果たすことをやめ、自らの私利私欲のために金を使い、帝国のために奉仕することをやめてしまったのだ。後期に聞いて呆れる。現実と向き合うことから逃げたわけか。まあ許しがたいが、王や貴族だって所詮は弱い人間なので。周りの全てが衰退に向かっていく中で悪あがきするような生き方はとても大変なものですからね。先代の皇帝も若い頃は検定と称えられて国内を改善しようとしたらしいが、結局何も変えられなかった。彼は老いるとともに愚かになって死んだよ。そんなものさ。少しはわかるよ。自分一人が頑張ったところでどうにもならないって諦めてしまう気持ちがね。結果優れた技術は打ち捨てられ、公共投資がなされぬ国土は荒れるに任せられた。日々貧しくなっていく世界は帝国の民を絶望させた。そして現世に絶望した彼らは別の何かに、例えば来世に救いを求め、それを満たしてくれたのが神聖教団だったのですね。そうだ、民衆の絶望を糧に教団は成長し、やがては皇帝にまで浸透して神聖帝国に至ったというわけだ。未来に夢も希望もなきゃそうなっても仕方ないか。偉い奴らが投げ出さずみんなで頑張ればどうにかなったかもしれないのにな。ひでえ話だ。つまりお前たち人間にはまだまだ徳が足りなかったということだ。返す言葉もない。だがヒスパニアに来てよかったさ。ここではあらゆる革新的な、いや帝国本来のと言うべきだな、事業ができる。予算もつぎ込み放題だ。せいぜい神聖帝国ではできなかった悪あがきをしてやろう。この国は今頑張るしかないからね。帝国に負ければ一瞬で滅び去る国で、保守的な政策を取る理由なんかないし。出し惜しみせず、できる事業は何でもやって国力をつけていかなければな。幸いなことに優秀な人材の方は何とかなりそうです。神聖帝国にもヒスパニアの優れた事業の数々は伝わっているらしく、帝国では干されていた技術者たちが続々とヒスパニア入りしています。このまま神聖帝国中の人材が集まり、全ての事業が順調に進むなら、ヒスパニアは大層豊かな国となるでしょう。そうなれば神聖帝国の在り方は否定され、やがてはヒスパニアこそが古き良き帝国の正当な後継者と呼ばれる日が来るというわけですわね。ああ、その通りさ。反乱を起こしたからには今の神聖帝国とは違う形を皆に提示しなければね。むひょー、ヒスパニアが帝国を継ぐわけか。でっけえ夢だな。でもそんな未来を描けないようでは
元から戦う意味なんかないさ。そうだな。未来への希望こそが人々を動かす力だ。そして輝かしい未来を実現するためにも我らは今後も勝ち続け生き残らねばならない。勝ち続けるのは早すくはないんだけどね。個人的には勝っているうちになんとか停戦か休戦に持ち込んでしばらく国内を充実させたいけど難しいね。それができれば少し楽になるだろうがな。なーに、ご心配召されるな。ヒスパニア軍は絶対に勝ってみせますとも。ハミル様の笑みがこぼれるような勝利をこれからも捧げていく所存でありますぞ。ええ、そうですとも。水底のタルテトスが復活したので私も実体化できましたし、見違えるほど強くなりましたよ。ありがとう、モノマ君。みんな、どうか引き続き力を貸してほしい。この世界の未来のために。よってらっしゃい、見てらっしゃい。道具屋グッドピープルズの出張販売だよ。なんだよインチキ商人、もう来んな。今日は厄介なのがいそうな気がしたからこっちも厄介なのを連れてきたわ。いや、風のまにまにさすらう銀融詩人だよ。おお、マジかよ、本職の金融詩人かよ、すげえな。俺ディオンって言います。超感激っす。どうやったら本物のイケてる金融詩人になれますか。ディオン、一応君も本職のはずなんだけど。銀融詩人に肩書きなんて不要だよ。本物の銀融詩人なんてものはどこにもいないんだ。ただ心の感じるままに行動すればいい。おお、なんかよくわかんねえけど、かけす。リオンって言ったかい。君とは何か分かり合えそうだ。やはり詩人の血かな。どうせ遊び人の血でしょ。ああ、彼も遊び人なんですね。なんだって、やっぱ俺は間違ってなかった。金融詩人がモテるってのは本当だったんだ。師匠、ぜひぜひぜひ教えてください、モテの極意ってやつを。君、モテないのかい。まだ若いのにそれはいけないな。そうだね、極意か。強いて言えば失敗を恐れぬ心だね。例えばほら、ちょうど向こうから可愛らしい少女たちがやってきたじゃないか。だとしたら速攻で声をかける。いやあ、僕の可愛らしい子猫ちゃんたち。おや、見かけない顔ですね。ハミル、また変な商人に捕まっているのか。そして第一印象が大切なんだ。ここですぐに一曲歌ってみせる。すげえ、なんて早い展開なんだ。さあ、可愛らしい子猫ちゃんたち、僕の愛の歌を聴いてくれないか。夜通し歌って歌って歌い続けて、今夜は寝かさな。ヘボ詩人、言ったわね。やべ、一体何が起こってんだ。さっぱり状況が把握できねえ。
どうしてナンパしたらドラゴンに食われんだよ。まあ一種の安全装置というか呪いみたいなもんね。おや、何をしてたっけ。わあ、そうだ、ディオンって言ったかい。君とは何か分かり合えそうだ。やはり詩人の血かな。ああ、さっきと同じこと言ってますよ師匠。記憶が飛んでいるのでは。何のことかな。まあいいや、君も思いのままに生きる吟遊詩人になるんだよ。師匠、わかりましたよ。モテの極意とは失敗を恐れない心ってのはよく伝わりました。師匠くらい命がけでナンパしなきゃダメってことですね。おや、僕が教えるまでもなく知ってるじゃないか。君とは分かり合えそうだ。早速二人でここにいる子猫ちゃんたちを誘ってみようか。いえ、今日はよしておきましょう。そうか、残念だな。じゃあそろそろ僕たちは失礼するよ。お邪魔したね。ありがとう師匠。真に受けんじゃないわよ。こいつを反面教師にして仇になんなさい。わあ、行ってしまったか。しかしよ、竜を従えた吟遊詩人ってどっかで聞いたような。お連れの行商人さんももちろん竜も私たちの側の方でしたね。ではやはりあの行商人は妖精族だったか。ええ、吟遊詩人は人間の方でしたけど、でも古き種族と人間の方が一緒に旅しているのは珍しいですね。おお、我々のようなのは珍しい部類に入るのか。ええ、私たち以外ならアルビオンの勢力しかないでしょうね。ああ、帝国から独立したとかいう西の島だな。おそらくはアルビオンの宮廷学士タリエシン殿と見ました。ほら、君が噂話で憧れてた伝説の吟遊詩人ですよ。マジかよ。やっぱ伝説と真実ってのは違うもんだな。しかしなかなか堂々としたもんだったぜ。俺の師匠には変わりねえ。アルビオンの要人がお忍びで来ていた。これはどう考えたらいいんでしょうね。実はエポナという方の口利きでアルビオンの資源がかなり流入してきております。闇の流通経路だという話でしたが、どうやら公認のようですね。つまりアルビオンが僕たちを支援してくれてると考えればいいのかな。アルビオンは早々と内政不干渉を掲げていましたからね。あくまでも非公式に支援するということなのでしょう。どんな形であれ本当にありがたい話だね。俺のモテ支援もよろしくな師匠。Thank you.
始まりそうですね。愚かな、どこまでも愚かな。人はなぜ欲望を抑えられぬ。何もかも知りたがる。哀れな子羊たちよ、罪を知らなければ罪人とならぬもの。ずっと知らぬまま騙されておればよいのだ。世が全て引き受けてやろうというのに、何故無垢なままであろうとすぬ。何故俗世の汚れに震えようとする。皇帝陛下に申し上げます。帝国軍はまたしてもエブロンの攻略に失敗、敗退したとのことです。負けたか、新人の足りぬ者たち。やはり人間は信用できぬな。命を惜しみすぎる。ヒスパニアの族とどもはこの機に乗じて元老院に休戦を持ちかけている模様です。いかが計らいましょう。捨ておくがいい。元老院にはもはや何もできない。7年前教団保護法を成立させた時点で元老院は役割を終えたのだ。今では恥知らずなクズどもの集まりに過ぎぬ。はっ。ヒスパニアについては新たに討伐軍を派遣します。待て、帝国軍に任せておくのも飽きかな。討伐軍はおとりとせよ。かしこまりました。ではヒスパニアの討伐はいかが計らいましょう。良い頃合いだ。あれを使おう。ミレニアムス12に通達するのだ。ミレニアムス12ですと。もしや。そうだ、例のものが完成したとネズミ使いから報告が。死の王に使わせるのだ。ヒスパニアに死を蔓延させよ。死の王にあれを使わせるのは効果が増幅されてあまりにも危険すぎます。ヒスパニアだけでなく帝国全体に害を及ぼすやもしれません。ヒスパニアを絶望させ、震え上がらせるのだ。あとほんの少しだけ時間を稼げれば帝国などどうなってもよい。では地上の監視者にして玉座にはべる者、メタトロニウスは間もなく復活する。ミレニアヌス計画はついに新たな段階へと進むのだ。おお、万人の監視者が降臨されるのか。ついに審判の日が訪れるとおっしゃられるのですか。そうだ、この世界はメタトロニウスによって裁かれる。地上は滅び去る。完全なる世界が始まるのだ。ミレニアムス計画に従った者には必ずや天国の門が開かれる。無垢で無知なる者たちにこそ天国は約束されているのだ。さあ、パンデオニウムを用い呪詛の儀式を始めよ。この大地を呪え。
死の王のもたらす暗黒があまねくこの世界に広がるように。地上に苦しみがあふれ、終わることのない戦乱の怒りと憎しみの炎を燃え上がらせろ。愚かな者どもの絶望の果てにメタトロニウスが降臨するだろう。共同連隊に通達、爆用陣を展開します。はっ、爆用陣展開いせ。監視者を封印し、地上世界の管制権を全て奪取します。天井との因果を完全に断ち切るのです。承知、何としてでもメタトロニウスを封印せねば。地上世界の監視者を封じれば、我ら共同連隊は勝利への礎となるのだ。許さぬ、許さぬぞ。神は見ている。いつどこでもお前たちを監視している。今のは夢か。母様に聞いたことがある。かつての大戦で起こったことだ。何か不吉なことの前触れでなければいいが。お前さん、賢者になりたいって言ってたな。なんだよ、幽霊の分際で悩み相談かよ。まあそう冷たくすんなよ。酒が飲める程度にはちょっと生きてる感じが残ってんだからよ。中途半端すぎんだろ。幽霊なら飲み食いするんじゃねえ。今日は暇してるからよ、無理筋の相談でも最後まで聞いてやるぜ。賢者になりたい少年よ。うっせえな。なあ、そりゃなりてえよ、無頼の賢者にな。周りの連中にも吹いてるけどよ、やっぱこんな俺じゃ無理だろうな。賢者とは真理を探し求める連中だからな。そして真理を見出したなら、そのためには全てを捨てられる連中のことを言う。正統派を目指すにせよ、無頼を目指すにせよ、とことんとんがらねえと厳しいぜ。まあ、お前さんにはまだまだ遠い道のりだな。自分でも分かってるさ。でもまあ、無頼の賢者ってのは悪くない。お前さん向きだと思うぜ。そうなるには時間がかかるってだけでな。お
俺に素質があるってことか。まあな。だからよ、ブラインド賢者を目指すお前さんにぴったりな職業を俺が紹介してやろうじゃねえの。マジか。まずは歌の練習からだ。これができないと街角で人が集まらん。とっておきの御利益がある歌を教えてやる。なんだよ、吟遊詩人になれってか。もう間に合ってるぜ。どうよ、こんなのもできるぜ。まぶいぜ。惚れるなよ。いけてねえな。ちょっと体を貸してみろ。ちょ、お前、うわ、俺の体に勝手に入るな。引いてみようじゃねえの。どうよ。あんたすげえじゃねえか。何せ今じゃ俺しか奏でられない聖なる歌だからよ。力がみなぎってくんじゃねえの。これを弾きこなせたら確かにモテモテになれそうだ。モテるかな。まあ説法の前座でやると受けたが、でもまあ修道院とかでこれやっちまうとバレンティヌスが話さなくなるだろうな。すぐに後継者だ。何？修道院で弾くと修道女が俺のことを話さなくなるのか。都合のいい耳を持ってるな。まあ頑張れ、教えてやるからせいぜい弾きこなそうぜ。おお、ちょっと待ってくれ。なんだ。とっておきのワインを持ってきた。ヒスパニアさんだぜ。気が利くじゃねえの。じゃ飲みながら教えてやるよ。ところでおっさんよ、名前聞いてなかったんだが。シモンだ。宣教者シモンと呼んでくれ。なりますよ。なんだよ、急な呼び出しって。ようやく来ましたね。お昼寝でもしてましたか。なんでそれを。いや違う、瞑想だよ瞑想。一人の賢者として、詩人として、偉大な芸術とは何かについて考えを巡らせていたんだ。まったく昼寝だなんて緊張感がありませんわね。時間は厳守ですわよ。おいこら、俺の言い訳を全部無視すんなよ。だいたい湖が干上がったせいでよ、ここって今じゃものすごく高いところにあるんだぜ。寝起きってだけでフラフラなのによ、上がってくるのも一苦労だっての。鍛えてないだけだよ。カリスは全然平気だよ。うちも問題ない。お前、辺境じゃ一月と生きていけそうにないな。うるせえよ。くそ、ガキンチョや野蛮人は元気でいいな。なんだと。皆様、ディオン君はモロマクが責任を持って鍛え直しますので、
ここは何卒ご容赦を。やめろって、何勝手に決めてんだよ。お前は黙っておれ。急ぎ、軍議を始めればならん。では、全員集まったことですし、そろそろ。うむ、始めることにしよう。モノマクよ、帝国に新たな動きがあったそうだな。はは。その顔を見た限りでは、帝国が停戦に応じてくれるとか、そういう楽しい知らせじゃないみたいだね。残念ながら、今のところ停戦の目処は立っておりません。むしろ今回はその真逆。第四波が来るんだね。は、レヌス軍団のサウルよりの情報です。おお、サウルの情報か。なら信頼できるだろう。あの軍団の偵察能力はすごいからな。実際に戦ってたスエビ族のうちが言うんだから間違いはないぞ。はあ、今回ばかりは間違いであってほしいと祈りたい気分ですが。よりにもよってまた大規模侵攻か。懲りもせず何度も何度も繰り返しやがって。どこまでも戦争を続ける気か。どうして休戦に応じないんだ。アイミリア、帝国中枢の連中との交渉は進まないのです。元老院は何をしているのです。こちらは現在占領中のエブロンを引き渡してもいい。休戦だって5年、いや2年でも構わないって条件なんですよね。この条件でもまとまらないんですか。全然ダメだね。帝国にとっても悪くない話だと思うが、まあそんな理屈がすんなり通る連中なら、我々官僚団もこうしてヒスパニアまで逃げてきてはいないよ。はあ、そりゃそうか。ハミルよ、私は軍事については門外漢だから聞き流して構わないが、そろそろ神聖帝国に何か期待するのはやめた方がいい。攻撃は最大の防御とも言う。こちらから攻め込むべきではないかね。今はダメだ。あまりにも国力が違いすぎる。仮に攻め込んだとしても、一度の敗北でヒスパニアは滅亡するだろう。せめて5年間内政を充実させることができたら、簡単に攻め込まれないくらいの国力ができる。そうすればおのずと戦争は発生しなくなる。あとはヒスパニアで新しい国づくりが成功している様を帝国の人々が見れば、もっと賛同者も増えて、帝国自体にも変革の動きが出てくると思うんだ。なんと手ぬるいことだ。バルカの当主ともあろうお方が軟弱の極みではありませぬか。モノマク、お前なら分かっているだろう。帝国本部への侵攻がどれほど危険で、ヒスパニアに何をもたらすかを。はっ、十分に心得ております。それでもこのモノマクは帝国への侵攻を進言いたします。理由を言え。このまま防戦一方では兵の士気は落ちます。いずれはヒスパニア領内にまで攻め込まれ、戦の度国土は荒廃していくことになります。そうなればどれほど内政を充実させたところで焼け石に水となりましょう。分かってる。そんなことは。まあいい、モノマクの意見は一旦預かる。それより第4波について詳しく教えてくれ。サウルが何を言っているのか。
東方よりヒステル軍団が来ます。すでに先遣隊はレヌス軍団の基地近くまで到達している模様。ヒステル軍団だって？東方最強の軍団じゃないか。辺境部族の間でも有名だぞ。東部辺境で蛮族と戦っていた連中がわざわざ西の果てのヒスパニアまでやってくるのですか？ありえませんわ。そこまでしてでもヒスパニアを叩きたいのでしょうね。ヒステル軍団か。あれは荒っぽい連中だ。残虐で勇敢で戦闘を心より楽しむ。ある意味蛮族よりも強く恐ろしい連中かもしれん。弱いというのか。気を悪くするな。一軍人の見解に過ぎない。サウルの見立てではおそらくエブロンは回避し北部辺境からヒスパニア領土に侵攻する模様だと。北部辺境からの侵入ですか。行動もまさに蛮族のようですね。遠回りでも確実にヒスパニア領内に入れる分エブロンを襲撃するよりは合理的ですわ。帝国にしては賢明な判断です。なるほど、先ほどモノマ君が言っていた意味が分かってきた。今回はエブロンでの攻防戦にはならないということですね。放っておけば確実にヒスパニア領内での戦いとなる。それでハミル、お前はどうする気だ。領内に居座られると厄介だぞ。分かった。攻め込まれる前に北部辺境より打って出る。帝国領土に侵攻しヒステル軍団を迎え撃つ。おお、では誤解するな。あくまでも迎撃するだけだ。戦いが終わればヒスパニアに撤退する。はは、出戦であるというだけでも十分です。兵たちの士気も上がりましょう。でもよ、大丈夫か。東方最強の軍団なんだろう。何を言っているのです。ヒスパニア軍もまた西の最強軍団とまで呼ばれるように成長しましたわ。恐れることは何もありません。だよね、ヒスパニアが一番強いってカリスも知ってるよ。記録を管理したセーブですわ。フニス、行きますわよ。全て塩の結晶だ。信じらんない、全部塩だなんて。だったら舐めてみるがよい。うん、それじゃあ。あ、しょっぱいよ。本当なんだ。そうであろう。口の中がヒリヒリする。口直しに水でも飲んでくるがいい。ああ、ここの湖の水はダメだぞ。澄んでいて綺麗だがとてつもなく塩辛いからな。うん、わかった。
潮の湖か。どうした？物思いに沈んでいるみたいだが。不吉な場所ですね。魚一匹いません。まあそうだな。これほど潮が濃ければ魚も住めぬだろうし。当然草木も生えません。地上の生物を根絶やしにするためですから。ではやはり自然にできたものではないのか。大戦記の古戦場なのだな。伝承で耳にしたことがある。天井より攻撃を受けて潮と化した地はたくさんあると聞きました。おそらくはその一つでしょう。これが奴らの望む正常な白か。生命のない静寂を天井は今なお望んでいるのだろうか。少なくとも神聖帝国は望んでいるように見えます。人間さんたちがどこまで分かってやっているのかは分かりませんが。睨み合いが続きますわね。すぐに決着すると思ったのですが。この湖を背に陣を張って一晩が過ぎ、すでに日も高く昇りました。まさか相手が気づいてないってことはないのか？それはないと思います。行軍中のヒステル軍団を捕捉したのが昨日の昼下がりでしたから。まだ日は昇っていましたし、向こうからもこちらが見えたと思います。昨夜帝国軍を偵察した際に野戦用の陣地を構築していたのを確認している。帝国軍が仕掛けてくるのは間違いない。だが奴らめ、全く動こうとせんな。決戦は夜明けだと予想しておったのに、すでに昼近くではないか。援軍でも待ってんじゃねえか。やべえぜ、早くずらかった方がいいんじゃ。帝国からの増援はあるかもしれんが、少なくとも2日や3日では到着しない。レリウスの意見に賛同する。今の帝国軍はそこまで敏捷に動けない。では援軍が到着するまで決戦に持ち込むつもりがないのですわ。圧倒的な兵力差を持って私たちを殲滅するつもりでは。確かに兵の数なら今の僕たちの方が上回っていますし。東方の生え抜きどもが多少の劣勢など気にするわけもない。奴らが動かないのは別の理由だろう。ならばこちらが仕掛けてくるのも待っているのでしょうか。かかってこいってか。だったらとっとと始めようぜ。そうだね。まだ向こうの意図はわからないけど、いつまでもここにいるわけにはいかない。モノマク、決戦の用意を。はっ、直ちに全軍に通達します。よし、そう来なくっちゃな。野郎ども、戦の準備だ。何か引っかかるな。どうしたハミル、まだ迷っているのか。これで間違ってないと思うんだ。こちらが決戦に向けて動けば敵も何らかの反応を見せるだろうし、その後のことは向こうの動き方に応じて決めればいい。向こうが決戦に応じればよし、決戦に応じないというのならそのまま敵陣に攻め込んで蹴散らせばよしということだな。そうなるね。でも何か不安な気持ちになるんだ。この場所のせいかな。神の怒りに触れた地
と聞いたよ。潮の湖か。何、過去の大戦の遺物だ。今さら気にするようなものではない。戦争など結局のところなるようにしかならん。そういうものかな。そうとも、全知全能を自称する神にだって勝敗の行方は分からなかったのだからな。定時連絡の報告だ、ハミル。レディウス、君が協力してくれて心強いよ。慣れ合うつもりはない。今や我らも帝国軍ではなくヒスパニア軍の一員だ。故にお前の命令には粛々と従おう。だがそれもお前が優れた将であることが前提だ。その采配が納得できるものでなければ勝手に戦うまで。よく覚えておくがいい。それで十分だよ。ありがとう、エリウス。相変わらず堅くなで熱いやつだな。誰だ、何がおかしい。この声はまさか。まったく、俺の若い時を見ているようだ。久しぶりだな、レディウス。イゼベルの隣にいたひよっこがそれなりに見れるような面になったじゃないか。あなたはレムス軍団のサウル。ヒスパニアに好意的だとは聞いていましたが、わざわざここまで出向かれるとは。なに、やぶようがあってな。よう、ハミルの大将、元気にしてたかい。アルティオはお荷物になってないか。誰がお荷物だ。おかげさまでなんとか生き延びてるわ。アルティオもすごく活躍してくれるしね。とても助かってる。ほら見ろ、ツエビの戦士は優秀だからな。でもサウル、君が野暮用のためにここまで来るとはちょっと考えられないけど。まあな、この辺りが戦場になると聞いて慌てて駆けつけた。さすがにあんたでも奴には勝てねえと思ったからな。このヒスパニアが負ける。兵の数はこちらが上回っている。陣形も厚く深く完璧だ。相手が決戦に応じればすぐにでも勝負はつきましょうぞ。よかったぜ、助けに来た甲斐があった。どういうことだ。潮の湖を背に分厚い陣を敷き、一番奥に本陣を置いた。一見すると悪くない。敵は少なくとも湖からは来ないからな。だがこの手の内陸にある湖はな、ちょいと特殊でな。まあ辺境に長くいないと知る者もいないだろうが。おい、なんだありゃ。霧だ、霧が出てきたぞ。霧だと。しかもどんどん濃くなってる。そうだ、この辺りじゃ潮を巻き込んだ冷たい風が湖に吹き込んでよ、なんとも濃密な霧が生まれるんだ。奴らはこれを待ってたってわけだ。なるほど、敵は最初からこの本陣のみを狙っていたわけですか。決戦を渋ってる敵軍はおとりだと。そうだ、この霧に紛れて
とうに味方陣地は突破されていると思っていい。敵陣地への浸透が奴の得意技だったからな。なんですの今の声。お嬢様、多分獣の鳴き声では。浮き足だぞ、来るぞ、ハミリ様を守れ。しめ者どもが遅い、遅すぎるわ。うわ、囲まれてる。獣と一体となって攻め寄せたか。さすがは東方随一の軍団。我が名はゴリアテ。神聖帝国の命によりバルカの小僧の首もらい受けに来た。アベルはドイツだ。そやつが優れた戦士ならその首を腰に飾りつけ末永く称えよう。おい、腰にあるの全部星首か。正気じゃねえぞ。だが愚か者であるなら、ひき肉にして獣の餌にするまで。さあ出てくるがいい。さてはお前か。めそうない。万族よりも強く恐ろしいか。あれは人というよりクマだな。確かにレディウスに言った通りだった。常に正確な情報提供を心がけているつもりだ。ゴリアテと言ったっけ。ヒスパニアの本陣までようこそ。殺しに行く手間が省けたよ。うむがハミルか。肝は座っているようだな。前もって心の準備ができてたからね。はあ、読まれていたか。敵陣への浸透は見事に成功した。本来ならすでにウヌの首は我が手にあったはず。はて、どこで間違えたのやら。ここはひとまず引け、ゴリアテ。ウヌはサウルか。よもやバルカの軍門に下っておったとは。なるほど、ウヌの入れ知恵か。ああ、アミルの首はお前の腰にぶら下がるような安いもんじゃねえ。サウルよ、有用になったではないか。東部で共に戦っていた頃は青二歳の戦士だったのにの。あの頃のお前は万族食いと呼ばれた百人隊長だったが、腰の飾りは相変わらずだな。飽きずに日夜敵の首を買っておるわ。見るがよい、これほど美しい飾り物はなかろうって。その分だと東は安泰のようだな。ここに来る前にごっそり成敗しておいた。東部辺境に寄りつく者はしばらくおるまい。ならば心置きなく戦える。久々に競うか。ぶち殺した敵の数を。無用だ。お前の首を取ればそれで終わること。そう来なくてはな。所詮戦の楽しみとは己が首と敵の首をかけた命のやり取りに尽きる。命のやり取りはそれほど楽しいか。
まあ楽しいな。東の軍人はみんなそうよ。サウルよ、お前も東で戦ったものならわかるはず。ああわかるとも。久々にゾクゾクしてきやがったぜ。あんたとやれると思うとな。なんだ、珍しく若い頃のサウルみたいになったな。もうおっさんなんだから一人で無理すんなよ。うちも隣についててやる。男はみんなバカ者ばかりだな。だがそんな戦バカどもを叩きのめすのも戦女神としては面白そうだ。なるほど、貴様がバールの女神か。我とヒステル軍団の崇拝が欲しければ力でねじ伏せてみよう。言われるまでもないわ。みんな全力で行くぞ。うまくいけばヒステル軍団をここでからつけられる。調子のいいこと言うな。こっちが片付けられちまう勢いだろう。何、噂に名高いゴリアテ殿と戦えるならここで死んでも本望。私も戦士に恥じぬ戦いを所望する。まとめてかかってくるがいい。すぐにあの世に送ってやろうぞ。